こんにちは。今日は玄関の収納をご紹介します。まずインターホンの上に私の父が作ってくれた表札をつけています。表札をつけるようになってから我が家は運気がかなりアップしているので、皆さんにもご紹介したいと思います。はい、我が家の表札はこちらです。また風水のお話になってしまって申し訳ないんですけど、信じる方だけ聞いていただければと思います。今は表札をつけないご家庭も多いと思うんですが、風水的に見ると表札がないということは人が住んでいない、その家の主人が不在という意味になり、どんなに部屋を掃除していても良い運気が入ってこないので、玄関には表札をつけることは必須だと言われています。伝統的な表札風水でよく言われることですが、最も良い表札の素材は自然素材の天然木で、長方形のものが一番良いとされています。中でも縁起が良い素材はヒノキやイチイらしくて、私はヒノキを選びました。そして文字が盛り上がっているのが見えると思うんですが、その形の通り名前が盛り上がっている表札は運を盛り上げるという意味につながり、繁栄をもたらすと言われているので、墨を盛り上げて作ってもらいました。モノトーンインテリアが大好きなので、横文字のかっこいい大理石の表札にも憧れた時期もありましたが、父が作ってくれたこの表札のパワーがすごいので、今はこの表札をとても大切にしています。表札をつける位置についても決まりがあるそうなので、興味のある方はいろいろと調べてみてください。玄関を入るとここに小さな収納スペースがあります。一番上の段には普段履かないヒールだったりシーズンオフの靴が入っています。本当はラベルをつけて中身を分かりやすくしようと思ったんですが、やっぱり真っ白な箱がいいのでこのまま使っています。これはダイソーのケースなんですけど、靴磨きセットが入っています。で、この2つはセリアのケースなんですけど、まずこちらは防水スプレーや虫よけ、UV スプレーが入っています。で、こっちには折りたたみ傘と学校で履く携帯スリッパが入っています。ここには置くものがなかったので、 IKEA の人工観葉植物を飾っています。物を飾るときは3個だととてもバランスがいいと思います。インテリア作りで大切な数字は3だと言われていて、例えばクッションとかキャンドルとか写真フレームなんかも3つ並べると素敵に見えます。一番下の段はストライプの布を突っ張り棒に通して目隠ししています。傘や自転車の空気入れ、レインブーツ、玄関を掃除する時のほうきが入っています。下駄箱はこんな感じです。上には夫の靴が入っていて、下に私と子供の靴が入っています。これだけしか収納がないので、靴は一足買ったら一足処分するようにしています。なので欲しい靴が見つかっても捨てられる靴がない場合は購入を諦めます。ちなみに靴の処分も風水的には運気を上げる、厄を落とすと言われています。中を少しご紹介すると、これは来客用のスリッパで、これは私と夫の小物入れです。何でも入れていいよというコーナーを作っておけば、玄関やテーブルの上が散らかることがないと思います。このケースはキャンドゥで購入したと思うんですけど、私の方には靴ひもだったりアームカバー、メンバーズカードが入っています。これはフランフランの商品なんですけど、
コストコだったり、イケア、ニトリ、普段使わないカードが入っています。下駄箱の中にも消臭剤代わりとして重曹を置いています。で、ここには車と家の鍵、こっちには宅配便を受け取る時の認め印や自転車の鍵が入っています。玄関に出しっぱなしにしている履物はこのサンダル1足だけです。これは郵便物を取りに行ったり、宅配便を受け取ったり、ゴミ出しに使っています。正確に言うと、ゴミ出しは夫がしてくれているんですが、男女兼用で履ける 25.5 から27センチ対応です。フレディレッグというブランドの商品で、ベランダサンダルもこちらを使っているんですけど、そこに穴が開いているので、雨が降っても中に水が溜まりにくくなっています。このサンダルを使うまでは、何度も濡れたサンダルに足を入れて靴下を濡らしたことがあったんですが、これに変えてからは一度もそれがありません。このコロンとしたフォルムが優しい雰囲気で、デザインも好きです。風水的には玄関マットは置いた方がいいらしいんですが、不衛生な気がするのと、洗濯が面倒だし、掃除の時にも邪魔なので撤去しました。我が家はキッチンもトイレもお風呂場も待ったなし生活をしています。それでは本日もご視聴ありがとうございました。